木製のジャンブルジムのような展示物の中で遊んでいた5歳の男児が亡くなった事故で、高裁は重過失致死傷罪とした地裁の判決を取り消しました。この事故は2016年に東京デザイナーズウィークというイベントで起きました。日本工業大学の学生がこのイベントに木製のジャングルジムのような作品を出展していたところ、作品から出火し、中で遊んでいた5歳の男の子が全身に火傷を負い、搬送先の病院で死亡が確認されました。この作品は体験型アートと称され、出火時は亡くなった男児以外にも複数の子供が作品に登るなどして遊んでいました。作品内には木を糸状に加工したフットウールが散りばめられており、また白熱電球も点灯させていたことから、電球の熱で木くずが発火したものと考えられています。その後、検察庁は展示物の監視役だった出展者2名を重過失致死罪で起訴し、禁錮1年を求刑しましたが、出展者2名は無罪を主張。これに対し東京地裁は出展者2名に禁錮10ヶ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。しかし出展者側は有罪判決を不服とし、控訴したところ、高裁はわずかな注意を払えば火災を予測できたと認めるのは困難だとし、重過失致死傷ではなく過失致死傷の罪にしか問えないものとし、簡易裁判所での審理を命じました。この事故では亡くなった男児のお父さんも現場にいて、燃え盛る展示物の周りで助けを求めたり、子どもの救出を試みて怪我をしています。結果の重大さやご遺族の心情を鑑みれば、禁錮1年の求刑でも軽いように思われますが、出展者の責任や過失致死傷罪と重過失致死傷罪の違いについて説明しますので、一緒に考えてみてください。この展示物の制作者側は火災になるとは想定していなかったと話している一方、植木鉢で電球が木くずに直接触れないようにしていたことなどから、発火の危険性を認識していた疑いがあると指摘されています。出展者側は事件後に LED 電球のみを使用していたと虚偽の説明をしていたことから、少なくとも火災後には白熱電球の危険性を理解していたものと考えられます。そしてその後暗くなってきたため、 LED 電球だけでは光量が足りず、作業用の白熱電球を設置していたことが明かされています。一方、作品内に散りばめられていたウッドウールは着火剤としても使用される非常に燃えやすいもので、そのためか火は数秒で一気に燃え広がったという証言があります。展示物で子どもたちが遊んでいる姿を見て、出展者だった大学生たちは良かれと思って白熱電球を作品内に持ち込んだものと考えられます。しかしその時に白熱電球が高温となり危険であることは分かっていたから、植木鉢でカバーするなどの対策を講じたと考えられます。つまりある程度出火のリスクは認識していたが、数秒で一気に燃え広がることまでは予見できていなかったのではないでしょうか。逆にもし一気に燃え広がる可能性があると考えていれば、展示物の近くでずっと監視していたのでしょうが、そこまでは予想できていなかったため、監視といっても小さな発火をすぐに見つけられるほどの距離にはいなかったのではないでしょうか。さて、それではこれらの行為が過失なのか重過失なのかを考えてみましょう。2つの違いは高裁の言葉にあるように、わずかな注意さえ払えば回避できたかどうかです。ではこのわずかとはどのようなものかを判例から探ってみましょう。重過失とされた判例1、スマホを操作しながら逆の手で飲み物を持ち、さらにイヤホンをした状態で電動自転車を運転し衝突した歩行者を死亡させた事件。重過失とされた判例に、冬に泥酔していた妻を着衣のまま水風呂に入らせ、6時間ほど経ってから風呂の水を抜き、そのまま放置し心臓衰弱により死亡させた事件。重過失とされた判例3、狩猟をしていた際木に登っていた男性を鳥だと思い発砲し怪我を負わせた事件。重過失とされた判例4、闘犬用の犬を放し飼いにしていたところ犬が幼児を襲い死傷させた事件といったものがあります。大まかにはこれらの過失と同等以上であれば重過失であるということができます。過失と重過失の境界線は曖昧で、弁護士の力量で結果が大きく変わりそうですが、判決を左右する要因の一つが判例です。今回の最終判決も今後同様の事件が起きた際の基準となり、その他の過失事件においても目安となるため、一つの事件の結果だけにとどまりません。皆さんはただの過失か重過失かどちらだと思いますか？理由も一緒にコメント欄に書いてください。